こんにちは、さすきです。本日はメルカリ転売で稼げる初心者におすすめの中国輸入代行業者を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画はですね、視聴者様から質問がありましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい、まずですね、こちらを見ていただくと分かるんですけど、まず中国輸入代行とですね、まあ、入力ですね、代行業者にいいんですけど、入力してください。まあ、Google でいいですね。で、その次なんですけどね、この3つなんですよね。で、まず、料金代行手数料ってことなんですけど、これはですね、代行業者によってですね、月額手数料ですね、定額ですよ、定額。毎月払うお金ですね。が発生するところ、発生しないところなんですよ。で、大体ですね、クロートの人っていうのはですね、月額定額手数料あるところですね、まあ、大きいところです。大きいところですね。に入ってるんですけど、初心者の方はまずですね、配送手数料ですね、代行代だけのところですね、に入ったりとかですね、定額だとですね、またお金、さらにですね、まあ、高いんですよ。まあ、しっかりしてると思うんですけど、まあ、ぜひね、今、中国の輸入代行業者でもいっぱいありましてですね、かなり安くて良心的にやってるところも多いですよ、実際に。はい。だそういったところね、入っていただければね、いいかと思います。はい。で、次、サービス内容です。基本的にですね、このサービス内容なんですけど、ほぼ全部一緒ですね。ただ、注文して買って送ってくれればいいので、これ、基本は、自分たちが商品を頼むじゃないですか。頼んで、で代行業者が取り寄せてもらってね、しっかり送ってくれればね、これだけで十分なので、ぜひね、まあ、余分なサービス入った時結構いっぱいあるんですよ。で、それで定額手数料取りますよって感じなんで、まあ、シンプルに必要なことね、早く 100% で確実にやってくれる代行業者はいいんですよね。だそういったところね、よく見て、安くてしっかりしてるところね、見極めて、まあ、利用ね、していただければ、ね、いいかと思います。はい。で、3番なんですけど、初心者とクロートが利用する代行違ってます。まあ、これ、ここでも、まあ、言ったんですけど、クロートの人はとにかくですね、1回の取引で100万円以上利用します。これは100万円、たとえね、キャッシュ、お金で払っても、100万円回収するシステムができてるんですよ。なので、初心者の方はね、まだそれができてないと思うんですよね。で、できたらね、クロートが利用するね、まあまあ、日本でも有名なとかね、中国でも、まあ、結構まあ、有名なというか、そういうしっかりしたところを選んでいただきいいんですけど、初心者の方の資金力が低いので、いくら資金が投資できなくても、しっかりした代行業者がですね、まあ、現在実際に存在します。はい。それでね、自分で探していただければいいので、まあ、ぜひね、利用していただければいいかと思います。ぜひね、試してみてください。はい。はい。LINE 登録をします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル。10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニッケルメガスタンプをお願いします。あと YouTube からの質問一切受け付けてません。ライト登録によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。